今回は体脂肪系タニタの社員食堂5 0 0キロカロリーの満腹定食を紹介します。 カロリーダウンの調理のコツ。オーブントースターで油分カット。紙固体で満腹感。薬味で味わいアップ。しっかり。だしで塩分ダウン。肉も魚も野菜もたっぷり美味しさ。ボリュームそのまま。人気社員食堂の定食レシピ。31日分。結婚してすぐ。この本を買い。毎日作ってきました。良い点としては。 とにかく栄養バランスが取れた美味しい食事が取れること味もあっさり好きな主人には大いに受けていました量も多く満腹になります5 0 0カロリーの歌い文句はだ達てじゃなく1ヶ月後には体重がマイナス2キロ。また料理の種類が豊富な上に工程が簡単なのでこれまで料理をほとんどしたことのない自分には だいぶ勉強になりました。1汁3ナノメニューが30日分載っているので、こんだてを考えなくて済むのも魅力的です。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。